はい、どうも皆さん、こんにちは。ナナユです。本日も数学の話題について解説していきたいと思います。題材は、第1回の思考調査の数学 2B の第3問、選択問題、数列です。はい、それでは早速問題を取り掛かっていきたいと思います。薬の問題ですね。はい、次の文章を読んで次に下の問いに答えようということです。まあ PDF は書いてありますので、事前に読んでいただくと、助かります。血中濃度ですね。初回にその血中濃度を飲んだ時に、5というですね、5だけ増加すると P イコール5ですね。で、12時間で半減すると、12時間ずつに、半減していって、まあ、A1 というのがこれが5なんですけど、12時間で半減して 2.5 のところまで下がると。で、12時間後にまた、飲むと5だけ血中濃度が上がり、でまたさらに12時間後に半分になるというのを繰り返していくという、まあそういう状況になっていますですね。で、はい、N を自然数する。AN は N 回目の服用直後の血中濃度である。 A1 は P と一致すると考えてよい。 P は5でしたね。だから A1 は5ということになります。で、第 N たす1回目の服用直前には、第 N 回目の服用直後から時間の経過と応じて減少しており、薬を服用した直後に血中濃度は P だけ上昇すると。この血中濃度が AN たす1であると。だから、まあ、こう、AN というのがあって、それから、まあ、12時間経つと、半減してくるわけですね。で、それに対して5を足したものが、AN たす1になるというわけなので、まあ、AN に対して半減して、半分になって2分の1になって5を足したものが AN たす1ということなので、A1 は5、それから、半分になって2分の1になって5を足したものが AN たす1になるということですね。ここが AN たす1なので、こういう全化式が作れるわけですね。つまり AN たす1イコール2分の 1AN たす5と。で、初項が1と。こういう数列ですね。で、数列の一般項の求め方ですけれども、この求め方は、まあ、特性方程式解くのが一般的かなと思います。なので、数列 AN-D が等比数列となるような D を求める。D はこれ、両方ともこうやって置くんでしたよね。2分の 1D 足す5と。で、2倍して 2D イコール、D 足す10と。したがって D イコール10となります。したがってここに入るのは10ですね。で、AN-10 が公比2分の1の等比数列になると、まあ、よく知られた解法なのでこれは大丈夫だと思います。で、考え方2に関してなんですけど、これまあ教科書に載っているかもしれませんね。解差数列を作るという方法です。これももちろん有効ですけれども、どちらかというと時間がかかってしまうので、まあ、等比数列の形に持ち込んでやる方がいいかなと思います。で、これ1個ずらした数列をね作って、解差を作ると。そうすると解差を、まあ、例えば、BN と置くと BN たす1イコール2分の 1BN で5が消えて、こういう形になりますよね。で、だから公比が、解差数列は公比やっぱり2分の1の等比数列になる。ということで、これは、10マイナス、5かける2分の1の N マイナス1乗という形で解くことができます。はい。よろしいですかね。この求め方に関しては、どちらで解いてもいいと思うんですけど、AN-10 というのが、AN-10 というのが、初項が5で、公比が2分の1の等比数列
であるということから、10を移項して 10-5 倍の2分の1の n-1 乗とという形になるというわけですね。あ、10じゃない、 a の n ですね。これが答えです。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ括弧に薬 D については、M が2、L が40であると、薬 D を12時間ごとに1錠ずつ服用する場合、 N 回目の服用直前の血中濃度が AN-P であることに注意して、正しいものを0から5のうち2つ選べということが書かれていますね。まあ、先ほどのその AN の式、これはちょっとまあ書いておきましょう。 AN イコール10-5×2分の1の n-1 乗ですよね。で、まあ、直前が an-p になるので、an-p というのは5を引いた数なので、5-5×2分の1の n-1 乗になります。ですね。はい。で、これがその n 回目の服用直前の血中濃度というわけですね。で、0から5のうちから2つ選べ。4回目の服用までは血中濃度が L を超えないが、5回目の服用直後に血中濃度が L を超える。これ L が40ってあるんですね。40ってありますけれども、これよく見ると、これ40を下回ってますよね。これ正の数です。正の数を引いたら、5よりちっちゃくなりますよね。一番最初に、1回目ですね、の時に、2分の5になって、まあ、それが一番小さくなるわけですけども、いずれにしても40を超えることはないですので、これは40より未満ということになります。AN ももちろんこれ、AN も40より小さいということが言えてます。なので4回目の服用までは血中濃度は L を超えないが、5回目の服用直後に超えるって、これは×ですね。それから、いつか L を超える、この1番も×です。これずっと超えないので、どれだけ服用しても血中濃度が L を超えることはない、これ正しいですよね。したがって2がまず答えになります。それから1回目の服用直後に血中濃度が P に達して以降、血中濃度が M を下回ることはないので、1回目の服用以降は適切な効果が持続する。これも合ってますね。これも、1回目の服用直後に血中濃度が P に達して以降、血中濃度が M を下回ることがないので、下回ることって M は 2.2 でしたよね。 M は2でしたけれども、一番最初 2.5 まで下がるんですね。 2.5 まで下がりますけれども、 M は2なので、それよりも下がることはないということなので、適切な効果が持続するというのも正しいですね。だから3も正しいということになります。2回目までは服用直前に血中濃度が M 未満になるが、2回目以降は M を下回ることがないので適切な効果が持続する。 M 未満になるというところが×ですね。だからこれは×ですね。で、5番、5回目までは服用直前に血中濃度が M 未満になる、これも×ですね。未満になることはないので×ということで、2と3が丸ということになります。はい、3番に、1と同じ服用量で服用間隔の条件のみを24時間に変えた場合の血中濃度を調べようと。薬 D を24時間ごとに1錠ずつ服用する時の N 回目の服用後の血中濃度を BN とすると、 N 回目の服用直前の血中濃度は B-P であると。最初の服用から24N 時間経過後の服用直前の血中濃度である A2N-1-P と、それと BN+1-P を比較すると、この比を求めると値となると
とあります。まずこれ、A の 2N たす1ですね。A の 2N たす1というのは、まず P が5なので、マイナス5ですよね。ということで、先ほどの公式に代入して、10マイナス5かける2分の1の、N マイナス1だったので、これ 2N プラス1マイナス1で 2N 乗になりますよね。で、マイナス5なので、5マイナス5かける4分の1の N 乗という式ができます。で、じゃあ BN についてなんですけれども、BN は、24時間ごとに1乗ずつ服用って書いてあるわけです。したがって、どういう状況かというと、最初、1錠服用するわけですよね。つまり5なわけです。で、24時間ごとに、つまりこう下がっていくわけですよね。t 下がって 2t のところまで来て、それで、1錠ずつ服用するということなので、ここから5上がるわけです。で、これが、これが B1 と。で、これが B2 というふうになっていくので、BN の全化式は BN たす1イコール、2分の1の2分の1ですね。要するに24時間だと、12時間の場合なので、半分の半分になって4分の1になるわけですね。したがって、BN の全化式というのは、4分の 1BN たす5という形になります。なので、これ、解かなきゃいけないですね。これ、特性方程式を使って、α イコール4分の 1α たす5というふうにやって、4倍して 4α イコール α たす20と。つまり 3α イコール20なので、α イコール3分の20というふうに出てきます。で、これちょっとめんどくさいですけれども、BN の一般項を出しましょう。BN は、3分の20引いたもので、諸項と、公比を求めると、マイナス3分の5の括弧4分の1の N マイナス1乗と。こんな風になります。ですね。なので、BN たす1マイナス5、これを計算すると、ちょっと間に、ここに計算しますか。BN たす1マイナス5、これ計算すると、この式に、N たす1を入れたものですね。なので、5を引くので、3分の5引く5倍の3分の5の4分の1の N 乗と。というふうになるんですね。なので、これとこれの比を求めるっていうことになります。ちょうど、うまくいってるんですよね、これね。A の 2N たす1マイナス5分の BN プラス1マイナス5ですけれども、これ3分の1でくくれば3分の1、5マイナス5かける4分の1の N 乗になって、分母は5マイナス5かける4分の1の N 乗なので、ちょうどこれが約分できます。丸ごとね。ということで、3分の1が出てくるということで、答えは3分の1ですね。ここね。3分の1が答えになります。はい。よしですか。じゃあ4番に行きます。はい。薬 D を24時間ごとに計錠ずつ服用する場合は、最初の服用直後の血中濃度は KP となる。そうですよね。計錠ずつ服用する場合は、直後、服用直後のところから、K 倍の P って、要するに5倍の K になるっていうことですね。この直前のところから、計錠濃度ってことを5倍の
効果があるということとね、血中濃度が5倍の K になるということですよね。で、服用量を変化させても T の値は変わらないものとするというふうに言ってます。薬 D を12時間ごとに1錠ずつ服用した場合と24時間ごとに計錠ずつ服用した場合の血中濃度を比較すると、最初の服用から 24N 時間経過後の各服用直前の血中濃度が等しくなるのは K イコール手の時であると。ちょっとこれ難しいかもしれないですけど、ちょっと戻りますね。今この値が3分の1って出てきましたよね。で、今その BN に対して値を求めましたけれども、 BN の一般項がこれですよね。BN たす1の一般項これですよね。5をこうしたものですよね。で、仮にその K錠飲むって言った場合に、まあ、最初はその5×その最初飲んだ時の血中濃度は 5×K になるわけです。 K 倍になるので、5K になるわけですね。それで24時間ですから4分の1減るわけです。4分の1、24時間で4分の1まで減って、それでまた 5K だけ増えるわけですっていうのを繰り返すわけですよね。だからこれが例えば K 錠を飲む場合を CN というふうに置くと、これ C1 でこれが C2 になっていきます。で、じゃあ CN に関する前化式を、立てていった場合にどうなるかっていうと、まあ24時間なので4分の1前回のその4分の1倍になってるってことは間違いなくて、それに、血中濃度が合計だけ足されるわけですよね。こういう前化式が立てられるわけです。で、この前化式は K は定数ですので、K で割れば、K 分の CN たす1イコール4分の1かける、K 分の CN たす5っていう式ができます。この式よく見てみると、BN の時の、作り方と全く同じなんですね。つまりこれを BN として BN たす1と置いて解いた時の解が K 分の CN になるというわけですので、K 分の CN というのは実は BN になって、K 錠飲んだ場合は CN は BN かける K になります。つまり K 倍になるってことですね。 K 倍の BN になるということです。なので今何をしたいかというと、N プラス1回目の服用直前の血中濃度、これをさっき調べたわけですよね。で、これが3分の1っていうのが出てきたわけですけれども、じゃあ K 錠にした場合はどうなるかっていうと、 K 錠にした場合は K 倍の、BN たす1マイナス K 倍の P という形になります。で、それが A の 2N たす1マイナス P と、値が同じになる、効果が同じになるっていうことが言いたいわけですよね。K 錠飲んだ時のその24N 時間経過後の服用直前の血中濃度がこれです。これがその血中濃度ですの比です。で、分子を計算するとこれ K でくくれるので BN たす1マイナス P になります。で、分母は A2N たす1マイナス P になって、これ先ほど求めた3分の1になるんですよね。つまり3分の K になるってことですよね。で、この値が何にならなきゃいけないかっていうと、等しくならなきゃいけないって言ってるんです。24N 経過後の各服用直前の血中濃度が等しくなるのは、
k イコール手の時であると。つまり12時間ずつに1錠ずつ服用した場合と24時間ごとに k 錠ずつ服用した場合の血中濃度が、等しくなるようにするにはここが1にならなきゃいけないですね。ということで k イコール3というのが出てきます。だから手は3ですね。はい、ということでここにも3が入ります。ということで、先ほどの CN に関して考えたものは K イコール、3が入るってことですね。だから CN は3倍の BN ということになります。3倍の BN というのを考えていくことになります。で、3倍の BN は、そのさっき求めた BN の一般項に3倍するだけなので、20-5×4/1 の n-1 乗というのが全化式一般項になります。ということで最後の問題ですね。0から3のうちから1つ選べということですけど、1回目の服用以降、服用直後の血中濃度が常に L を超える、L は変わらなかったですね。40ですよね。 L は40でしたけれども、これ正の数を引いてるので20から引いてるので明らかにこっちの方が大きいですよね。そもそも20を超えないので、3倍の BN というのはこれ20を超えないので当然40を超えることはありません。はい、ということで 0×ですね。4回目の服用直後までの血中濃度はL 未満だが、5回目以降は L を超える。L を超えないので1番も×で、2番も×ですね。で、3番はどれだけ継続して服用しても血中濃度が L を超えることはないということなので3番が丸ということになって、とも3ということになります。はい、いかがでしたでしょうか。ここまでですね。最後の方は若干手のところが難しかったかなというふうに思いますが、そうですね、冷静に考えて同じ全化式が作れるということに気がつければ、解ける問題かなと思いますけれども、割合とでも平均点は低いかなと思います。はい、ということで、全化式の解説を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。